スカイライナーセントロライナーネオプランは、ドイツに本社を置く商用車、製造企業マントラックバス SE が生産するバスのブランドである。マントラックバス AG は、欧州の総合機械企業集団がニア SE を構成する一企業である。1935年、ネオプランは、ドイツ南部のシュトゥットガルトで、ゴットローブ・オーアーターによりバス及びトラックの 車体製造会社として設立された。2000年に、親会社のゴッドローブ・オーアーターとともにマングループに、買収された。2001年にマングループの商用車製造企業マン、ナツフィヘッグは、ネオプランをもとに、自社のバス製造部門として、ネオマンバスを設立した。ネオプランは、ネオマンバスが製造するバスのブランドの一つとして、生き残った。2008年に、 ネオマンバスは、マンニューツファルツォイガに吸収され、引き続き、ネオプランブランドのバス製造は、マンニューツファルツォイガが継承することとなる。2011年に、マンニューツファルツォイガは、マントラックバス AG に、社名変更された。一方、中華人民共和国のチャンス商事予上司の、バスメーカー、注意客車講師が製造する、a 級シリーズについて、 ネオプランの車種スターライナーのコピーであるとして、北京市第一中級人民法院に提訴していたが、2009年1月21日に、訴えを認める判決が出た。ネオプラン搭載エンジンの例、メルセデス・ベンツ OM441、LA 型エンジンを主に自社製や、メルセデス・ベンツ製のエンジン、トランスミッション、サスペンションを車体に仮装している。ボディやサスペンションは、 自社生産している。日本国内向けに日産ディーゼル製エンジン搭載のバスが製造されたことがある。主なユーザーは高校観光であった。トロリーバスをフォスロと共同で製造している。日本国内には1977年に中央交通によって輸入された。ネオプランの名前を一躍有名にしたのは 1979年に初、輸入された2階建てバス、スカイライナーである。スカイライナーは、国内初の本格的な2階建て観光バスであり、このスカイライナーにより2階建てバスブームが起きた。これによりドイツやベルギーのライバル会社がこぞって、日本市場に参入するきっかけを作り、日本国内の各社も2階建て観光バス市場に参入した。 その後2階部分の居住性の問題などから2階建て、バス市場は急速に縮小していったが、1990年代に入り、定員を多く取れることから、夜行高速バスに用いられるケースが増え、スカイライナーも再び輸入された。最近では2002年に全長15メートルのダブルデッカー、メガライナーを登場させた。しかしその後、出火事故が相次いだため、 現在は除籍となっており、出荷してないものも、本国へ返却されている。なお、ネオプランを扱う国内総代理店は、中央交通グループの、日本ネオプランである。同グループは1977年に初めて、ネオプランを導入した。一時期、中央観光バスも、バウル CSB 商事を設立して、輸入代理店となっていたことがある。2005年3月には、 神奈川中央交通が連接バスツインライナーを2台導入した。これを最後に本ブランドのバスの日本への輸入が中止された。輸入代理店であった中央交通も現在は国産車のみ保有する。車種このほか海外ではトロリーバス用のエレクトロライナーも販売されている。現在のユーザー過去のユーザー一部車両は 高速ツアーバス時代のウィラーエクスプレスで運行されたことがあり、スカイライナーが設定されていた頃は、同社とニュープリンス観光バスがそれぞれ保有するスカイライナーが使用された。スカイライナーについては、廃車ーとグレース観光に転籍した。ザマングループヒストリー。2017年3月29日閲覧。パクリのバスメーカー。 ドイツ社に2億8000万円の賠償を命じられる。中国レコードチャイナ2009年1月22日、貸切バス紹介 ABC メガライナーは2008年5月の火災事故で西日本 JR バス保有の1台。2009年3月の火災事故で JR バス関東保有の1台を消失。2009年の事故を契機に JR バス関東。 西日本 JR バスとも運行中止となった。ありがとうございます。